のは札幌市の無職虻川満容疑者で、去年10月大阪府の男性に対しインターネットのオークションを通じて富士メディアホールディングスの偽物のロゴマークを印刷したプリペイドカード2枚を現金およそ3万円で販売した疑いが持たれています。プリペイドカードは